はい、八王病院の建物がそちらね。そうするとね、左側にね、まあ、樹木園の入り口があります。まあ、いくつかね、入り口はあるんでしょうけど。あはあ。こちらはね、国の指定天然記念物。ああ。まあ、日先にね、華蔵寺公園ありますけど、そこらのね、まあ、お寺の金木犀。うん。まあ、兄弟って言っていいのかな？同じ。なかなかいいですね。まあ実際に行かなくてもね。おー、紅椿。あ、確かにね。まあ椿の花は、まあ花を見る限りね、まあ、バラに似てますもんね。バラ科なんだそうです。面白い名前がついてるね。犬ブラだって。まあそうやってみると犬でもね、こんな感じのまあ質感の犬が、まあ、いそうな感じがしますよね。黒文字。まあ、クスノキね。一つ葉カエデ。キブシ。マメブシ。あ、向こう側はね、犬桜だそうです。すごく。幹の数がね、多くなるんだね。ああ。まあ、春に入れのね、向こうはね、ブナなんだそうです。まあここね、西光寺の椿、まあ、安中市、県の指定天然記念物。確かここ行ってますよね。はあ、なんだっけな。まあ関西系のね、まあ、椿で、まあこの地に生えてるのは珍しいみたいな。
まあそんな感じの椿だと思います。とね、今行くとね、こんな感じになってるんでしょうね。まあクローン椿ですから。あ、日光椿って言ったかな。まあ二本目の最高寺の椿クローン。こっちはまだ花が咲いてないね。天然記念物中木のサザンカ。ああ、これが目薬の木っていうんだね。鬼板屋。へえ。まあ北海道の日高地方とかね、こんな感じの。でも、あ、何気にこの木すごいね。ネームプレートがちょっとわからないけど、まあちょっと行ってみましょうかね。まあこちらのね、まっすぐのね、ユリの木だそうです。なんか煙突みたいな木だね。あちらね、ちらほら赤い花が咲いてますよ。なんでしょうね。まあ、そこにね、ネームプレートがついてるんですよ。秋畑、秋畑の大椿。まあこちらもね、まあかなり大きな木で、まあ赤い花がね、でもこの季節に花を咲かせるのは希少ですよね。秋畑の大きい椿でした。はい、秋葉原の大椿がね、まあ、そちらで、まあ、道を挟んでですね、まあ、こちらにはね、ソメイヨシノです。まあ、ソメイヨシノというとね、まあ、桜の代表、まあ、開花のね、まあ、基準木になったりします。大島桜と江戸彼岸の雑種。明治初年以降、東京から全国に広まる。まあ、その、ね、名はね、まあ、江戸ソメイの植木屋さんの名前からですね。そういったことなんだね。大きくなるもんだね。こちらがソメイヨシノです。ソメイヨシノがね、まあ数本あるスペースからね、まあ、こちら側にやってまいりました。するとね、まあ、これがねクスノキなんだそうです。まあ、クスノキっていうとね、まあ、すぐに、まさしげさんになっちゃうんですけど、
まあこれがねクスノキ。そしてこちら、まあすでにね、まあ、綺麗な花が咲いてます。あ、向こうにも一本あるんですけど、まあ寒桜です。うん、早咲きだね。でも綺麗ですね。じゃあ人は足早くね、まあ、桜の花。はい、寒桜です。まあちょうど正午になったのかな。はい、そちら方向からやってきました。まあ山桜がねこのような、そしてねこちらの斜面にはね、まあ孟宗岳の竹林、こういった場所もあるんですね。そしてねこの通路なんですけど、これ間伐材をね、まあ、伐採してそれをね細かくしたまあ、チップっていうのかな。まあ、こういったものがね、敷き詰められてるんで、まあ、とてもね、歩き心地がいいんですよ。はい、こちらがね、まあ、スギ科のね、メタセコイアです。やっぱりスギ科だけあってね、まっすぐ伸びますね。メタセコイアは絵になるね。はい、こちらがね国の天然記念物、原町の大木焼の、まあ、クローン、まあ、東吾妻町にありましたよね。もうだいぶですね、まあ、枯れかけているというか、まあ、枯死寸前みたいな感じにはなってしまっていますけど、まあ、ちゃんとこちらの、まあ、林業試験場にはね、まあ、クローン栽培されています。こちらがね、原町の大木焼です。そしてね、まあ、榛名神社の八立杉、まあ、確か武田信玄じゃなかったっけな、まあ戦勝祈願で、まあ、榛名神社にね、まあ、矢を建てたという、まあそのね杉の木もこちらにクローンができています。まあ、林業試験場はいろんなことするね。間伐材のね、まあ、チップの上、まあ、歩ってまた戻ってまいりました。
そしてね、ここからね、まあ普通の、まあ道に戻るわけですけど、まあ長時間ですね、まあチップの上を歩いてたんで、かなりですね、この普通の道が硬く感じられます。そういったこともあるんだね。面白いね。それではね、まあこれで、まあ林芸試験場のね、まあ遊歩道、まあかなり広いんでね、まあなかなか大変でしたけど、それではね、ご視聴ありがとうございました。